ヘビエモンなんでしょうか？うん、ちょっと相談があるんだけど、どうしたんでしょうか？ちょっと君機械的すぎるなと思って機械的うーん。あのー、僕たち友達だよね。友達ほらほら機械的でしょ。機械的。うん。だからうん。エビも明日の天気は明日は晴れです。ほらほら。機械的だよ。機械的機械的なんでわかんないの？機械的。 機機械的は機械的的はでしょでその口の線とかも口のその線が一番機械的どういうことでしょうかもう嫌だな僕友達が欲しいんだよね友達君友達になってよはい喜んでもうん違うでしょそれその答え方が機械的でしょ今の普通だったら「もう僕たち友達だよ」とか「嬉しい」とかなんかそういうのなのにはい喜んでロボットの答えすぎるでしょ機械的なんだよ君機械的 なんで機械的わかんないんだよ調べろその検索しろ頭の中でできませんなんでできないんだよポンコツ充電してきてもよろしいでしょうかポンコツ1分ぐらいしか喋ってないのになんで充電してきてないんだよ今今会ったとこでなんで充電もう切れんだよ忘れておりました何してたんだよゴロゴロしてましたポンコツなんだお前,お前掃除したのか部屋のしてませんポンコツお前愛嬌あるタイプのポンコツじゃないから許せないんだよこっちはまだなんか 愛嬌ある感情のあるロボットだったらなんか失敗してももうドラえもんたらみたいなんで許せるけどお前許せねえんだよ俺怒りが湧くんだよお前に申し訳ございませんそのなんか感情とかないの申し訳ございませんなんかその失敗しないようにとかそういう改善点はないの申し訳ございませんお前定員かお前バイトか居酒屋とかのクレーマーに対する申し訳ございませんの一点張りのマニュアル対応かお前機械的すぎんねんお前もう充電がありませんもうポンコツすぎる